ラベズーンが、キッチンが、画面の向こう側に、こう、出てくるかもしれない。ラベです。皆様明けましておめでとうございます。昨年は本当にいろいろとお世話になりました。たくさん応援していただきまして誠にありがとうございました。今年も何卒よろしくお願いします。新年の挨拶が遅くなってしまいました。ごめんなさい。すごく待ってるよって言ってくださる方がたくさんいらっしゃって、ちょっと一日でも早く出さないとなって思っていたんですけれども、皆さんどうでした？年末年始はすごく楽しい最高な素敵な年末年始を過ごされましたか？いや、僕はですね、いや、元気だったんですよ。僕も元気ではあったんですけど、ちょっとここがね、喉の調子が、宝べーと、僕は全然元気じゃないよーと言っててですね、なかなか動画撮れなくて申し訳ないです。本日はですね、去年のことをちょっと振り返りながら、今年の目標をですね、伝えさせていただきたいなと思っております。去年の目標はですね、皆さん、チャンネル登録者数10万人を目指すぞ。これに至っては去年というか、誕生日までに8月21日までにチャンネル登録者数10万人いくぞみたいなこと言ったんですけど叶わず、でさらにまあ昨年中にはなんとか10万人いきたいなと思ったんですけど全然叶わず、今7万9000人ぐらい、約8万人ですね。足りなくて2万人、ちょっと悔しい結果に終わってしまったんですけど、今年こそは、10万人いきたいなと思っています。ただ10万人とは言わず、目標は高くいきましょうと。目標だって高くてもいいじゃないですか。だから、今年は、逆か？こっちから？15万人。15万人いきたいなと、思っています。昨年はね、このラベさんちが、今1万2000人ぐらいなのかな？ぐらいあるんですよ。で、ラベゲームも始めて、もう最悪その音楽チャンネル、宝部領事のチャンネルと、そのラベさんちとゲームを全部合わせて、でも10万人行きたいと思って、弱いってねえやないかいってなっとって、じゃなくて、もう今年は、それぞれ決めていこうと思って。そう。だから、音楽チャンネル、ラベオン、宝部領事っていう音楽をやってるチャンネルは、目標高く、15万人。倍にはしたいよね。でも全部倍にはしていきたいなと思ってるんですよ。ラベさんちは今1万2000人なのでその倍3万人をで、さりげなくやってるラベゲームですよ。ゲーム実況あれはね、正直5000人かなと。いやもうちょっと上いく？1万人って言っとく？いや1万人いったらもう万々歳なんですけど、いやもうゲームはねもう本当に細々楽しく好きなようにやっていきたいっていう気持ちも若干あるので、まあ細暴走やりたいんですけど、5000人って言ったらちょっとおいおいってなるから、まあ1万人にしましょう。そしてですね、実は、まあ、昨年もですね、ちょこちょこライブをさせていただきまして、まあワンマンライブも、無事にね、大盛況というか、自分で言っていいのかな、大盛況って。でも本当にたくさんの方が来てくださってですね、楽しい一年を過ごせたんじゃないのかなって思うんですけども、今年もね、なんかライブ活動も、なんか増やしていきたいなとは思ってはいるんですが、それとは別に。これはね、今から言うのは、もしかすると、なんですよ。まあ、その決定ではないので、本当に起こるかどうかって言ったらちょっと謎なところはあるんですが、何から話そう。いや、実はね、この間1月の6日にラベジャワと歌イストのライブがあったんですよ。まあ、来てくださった方本当にありがとうございました。ね。で、その歌イストと、ラベジャワのライブがあって、で、もういつもギター弾いてる、もう超絶神ギターをもう奏でまくってくださっているタッキーとですね、一緒にライブをしたんですけど、なんとですね、俺もわかんないんですよ。そのライブ中に急にそのタッキーが喋ったことなので、まあ、どうなるかわかんないんですけど、タッキー実は、今年の3月からお店を構えるんですよ。相模原。
でお店を構えるんです。でまあ、キッチンも しっかりあって、まあ、オープンマイクで歌ったりとかっていうようなすごく素敵なスペースがあって、どんな場所かというと、まあ、あの歌い室のチャンネルで歌い室とフィーチャリング宝火領事で Your Smile Days を歌っているんですけど、その撮影が行われた場所ですね。すごくなんかこうアットホームというかなんか温かいような、カフェスペースというか、まあ、場所があって、でそこをもうオーナーなのかな、もうタッキーがオーナーとしてお店を構えるんですが、そこにはキッチンがあるらしいんですよ。キッチンがあるっていうか俺行ったから分かるんですけど、キッチンがあるんですよ。だからそのキッチンを使ってなんかラベさんとイベントできたらなーみたいなこと言ってたので、もしかするとですよ、このラベさん家を見てくださってる方、昔から宝部のラベビロからずっと見てくださってる方は分かると思うんですけど、あの企画がその画面の向こう側にこう出てくるかもしれない。いやこれは分かんない、だから俺じゃねえんだもん、企画するのは、企画するのは俺じゃないからあれなんですけど、ラベズンがねえキッチンがもしかするとね、こう皆様の前でできるかもしれない。まあその、まあ動画も、こうやって、YouTube の動画もそうなんですけど、まあ皆様となんかこうやって会える機会ができるようなイベントごとみたいなのにも、まあ力を入れていけたらなと思っておりますので、今年も応援よろしくお願いいたします。以上、宝部領事でございました。もしいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた皆様の、お帰りをお待ちしております。グッバイさよなら、財前アディオス、バイバーイ。